さて、高齢者の健康づくりを目的に、昨日老人クラブのスポーツ大会が宇都宮市で開かれました。この大会は県老人クラブ連合会が毎年開いているものです。会場となった宇都宮市の県総合運動公園多目的広場には、塩谷町から参加した最高齢95歳の男性をはじめ、県内各地の老人クラブからおよそ600人が集まりました。競技は5メートル先の得点台に輪を投げて得点を競う輪投げや、フランス発祥の球技で目標に向かって金属製のボールを投げて得点を競うペタンク、さらに専用のクラブとボールを使って打った数を競うグラウンドゴルフの3種目が行われました。この大会は希薄になりがちな人的交流を推進し、高齢者の居場所づくりの一環にもなっていて、会場でははつらつとした様子で競技を楽しむ参加者の姿が見られました。